スタジアムは大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対広島東洋カープの20回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のまずはカープの攻撃、バッターは椎名。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか？打った、三遊間抜ける。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー。バッターは2番に入っている広瀬。広瀬、背番号94。さあ、そして広瀬、最初は変化球できました。ボールになります。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。これはね、バッテリーの勝ちですね。西さん、初回の攻撃、特に大事な点というとどんな点でしょうか？いや、もうとにかくね、さあ、カープはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをジャイアンツ打線がどう打ち崩していくか、非常に楽しみです。今のはボールになります。ボール先行です。打ちました、三遊間抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー。バッターは2番に入って、痛烈、切れました、ファールボール。打ちました、伸びていく、どうだ、ポール直撃のホームラン。いや、完璧。バッターはスーザン。昨日のゲームでは見事なホームランを放ちました。初球ボール、変化球タイミング合いません。引っ張った、サードうまくさばいて一塁送球します。アウト、ワンアウト。こう入ります。小宮山さん、点差を広げた状態ですとキャッチャーのリードの内容も変わってくるもんなんでしょうか？まあ、そうですね。もうとにかくストライク先行という形を取りたいはずですから、まあ、無駄なボールは要求しないですよね。そのあたりもぜひ注目していただきたいと思います。変化球タイミング合いません。空振りになります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。痛烈、ライン際、フェア、フェアです。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。三塁タッチはアウト。さあ、この場面でルーキーの福岡。フォアボールのランナーが出て満塁となっています。小宮山さん、このリードは絶対に守らなくてはいけませんね。打たれると完全に流れが変わりますからね。そうですね。さあ、ここはしっかり抑えていきたい。中へ、高めに来ました。外角低めのストライク、ワンボールツーストライクです。
フトで持っていった。ワンバウンドヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。同点のランナーが三塁を回った。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。カープ同点7対7。ジャイアンツなおも三塁二塁のピンチ。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。あれだけの点差をこの回一気に追いつかれました。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。ジャイアンツベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、松本ここで降板です。さあこの場面でルーキーのスーザー、さあマウンドに上がったのは山口。昨日今日と連投ということになりました。さあ小宮山さん、しっかり捉えた。これは大きいぞ。ポール際切れました。入っていれば勝ち越しというところでした。追い込んで次はどこへ来るか。まあきっちり投げられるなら膝元にスライダーも面白いですよね。外のボール球打っていった。さあ勝ち越しのランナーがタッチアップ。サードランナーホームイン。カープ勝ち越し8対7。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。リプレイでご覧いただきましょう。ここで勝ち越されました。犠牲フライでランナーが帰っています。バッターボックス片岡、先ほどの打席はデッドボールでした。ジャイアンツこの回同点に成功。攻撃は続いています。西さん、先ほどはいい形で打線打ちました。これはどうか。あっと強い当たり弾いた。ゴールを拾ってこれで3安打猛打賞。ワンアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。打順は3番長野、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。低め抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。レフト前ヒット。これで3安打猛打賞。いやそれにしてもうまく引っ張りましたね。ここで打順は4番に回ってきました。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットで満塁としています。とにかく強い打球を打つことを心がける場面です。まあ犠牲しっかり捉えた。あっとグラブ弾いた。サードランナーがホームに帰っていきました。ジャイアンツ勝ち越し9対8。さあリードしました。さあ勝ち越したシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。ここでリードを取っていきます。しかし勝利のためにはもう少し点差が欲しい展開になります。バッターボックスは3番ジン、前の打席ではフォアボールを選んでいます。さあそしてジン、この打席でホームランを放てば今シーズン30本。西さん、30本目前となりましたね。まあここで決めたいですよね。そうですね。さあ30号となるのか。緩急をうまく使っています。外、しかし主審の手は上がらない。インサイド、あっとグラブ弾いた。サードランナーホームイン。カープ1点返しました。10対9。ジャイアンツなおも2塁1塁のピンチ。
ここはうまく打ち返されました。得点を許しています。ここで1点差まで詰め寄られました。さあここでカープダイソーを送ります。セカンドランナーは比嘉、ヒットでランナーが帰れば同点です。さあこの場面でルーキーの福岡、先ほどの打席で一時同点となるタイムリーを放っています。まず際どいコースをついてきました。落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。打者の内角をえぐるような投球でした。痛烈当たり、まっすぐ伸びていく、フェンスダイレクト、セカンドランナーホームイン、カープ同点、10対10。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。ここで追いつかれました。同点です。さあこの場面でルーキーのスーザン、先ほどの打席で一時勝ち越しとなる犠牲フライを放っています。ジャイアンツ継投で逃げ切りを図りましたがこの回追いつかれています。小宮山さん、ここはどうしても勝ち越されるわけにはいきませんよね。まあそうですね、勝負焦らずに様子を見てもらいたいですね。そうですね。さあここはしっかり抑えていきたい。この球は外れました。これはわずかに外れました。さあこれで追い込んで次はどこへ来るか。低めのカーブで三振を狙いましたがここは見ました。これでフルカウント。ここは決まりました。見逃し三振です。際どいコースへの変化球、見逃し三振。ご覧いただきましょう。見逃し三振を奪いました。さあこの場面でルーキーの匠、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。初球レフト見上げるだけ、入った、ホームラン、今シーズン第24号の勝ち越しスリーランホームラン。これで3試合連続のホームラン、ジャイアンツ勝ち越しを許します。13対10。いいボールだったんですがバッターがアウトコース狙ってましたね。はい、この回一気に逆転されています。どうでしょう、ランナーを背負って少し慎重になりすぎたのかもしれません。バッターボックスは6番太田、2アウトランナーありません。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。高めちょっと外れたか。打ちました、痛烈な打球、わずかに左に切れました、ファールボール。外わずかに外れた。打った、サードの左抜けました。打順は7番ロペス。初球ストライク、変化球外れました。打ちました、抜けました、
ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これが今日の初ヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。カープここでピッチャーが変わり、バッターボックス。さあマウンドに上がったのは匠。西さん、この場面で出てきましたね。そうですね、まあここから出てくるとは思わなかったんですけど、しっかり攻略したいですね。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。落ちる球を見極めました。チャンスの場面振っていきましたが三振。試合終了。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。小宮山さん、今日は